はい、どうもたくあんボーイです。こんばんは、本日は15日目ということでね、早速ですけどもメイクやっていきたいと思います。まずですね、いつも通りこちら無印良品化粧水と乳液をつけていきたいと思います。続きまして下地つけていきます。続きましてファンデーションつけていきます。こんな感じですね。続いてコンシーラーつけていきます。こちらでございます。ピン、シューティングとハイライター、オイルリップ塗っていきたいと思います。乾燥してますからね、最近は。本当に唇がね、すぐ乾くんですよ。もう季節の変わり目にはね、本当に唇が荒れるのでね、リップは欠かせないですね。これは保湿効果があるのかわかんないんですけど、どうなんですかね、唇だけなのかもしれないです。その場合はリップもちゃんとつけないと、あれあれになっちゃうんでね、気をつけましょう。セザンヌのアイブロウで眉毛を描いていきたいと思います。もうちょい長い方がいいんだけどな。ちょっとまあ描きすぎるとね、まあ、でもぼやかすとね、やっぱり自然な感じに見えますね。いいでしょう。サナエクセルスキニーリッチシャドウ SR05。 まずは一番この暗い色で、暗い色をここに塗っていきます。次がこの中間色ね、この色を違う指でいきます。アイライナー、続いて涙袋を使っていきます。涙袋はこのね、血色がいいように見えるようにこの色を使っていきたいと思います。ノーズシャドウね、作っていくんですけど、まあこの色でいきますね。アイシャドウいい感じですかね。まあこんな感じです。まああとは色の感じですよね。コンシーラーの色とか眉の色とか、まあ、シャドウの色を調整して、リップの色とかも調整して、よりね韓流に近づけていけたらなと思っておりますので、はい。それではいつもご視聴いただきましてありがとうございます。たくあんボーイ、本日終わりたいと思います。また見てくださいね。ありがとうございます。シェイシェイついでに恋ダンス、よいしょ。